原始メタロウ原始メタロウ、急の血色素量並みに、積血玉数に及ぼす影響、維持新聞、原始メタロウ原始メタロウ、最新級両方展、原始メタロウは、かつて存命男性のうち日本最高齢だった、福岡県の人物である。医者として、100歳で新しい休学を出版し、104歳まで聴診規を持ち、 男性長寿日本一として108歳257日で、逝去した。1882年10月4日に、原田種木、戸への四、男として生まれ、父は、黒田藩に仕える武士であったが、明治維新を体験、県庁の役人、しかし失業と不遇の中、これ以上、怖いらぬと、しめ、しめふとしと名付けたが、戸籍係の間違いか、老が出され、 しめ太郎になった。高等小学校卒業後、親元を離れ、福岡市大浜三丁目の原産心の医学生となり、独学。検定資格を取り、京都府立医選に入り、卒業。九州帝国大学医学部で、宮入慶之助教授及び大平徳造教授の指導を受けながら、急の研究に取り組み、1929年、結核に感染したウサギに急を据えたら、 抵抗力が増すことを突き止めた論文で日本初のお灸博士となる。1929年開業、1943年、菓子医研病院設立、院長の椅子を長男に譲った後も104歳まで、聴診器を持ち、生涯一医者を貫いた。104歳まで医師として患者を見たこと、急の研究で博士号を取った最初の人物であること、 ホタルが日本充血球中の宿主、宮入以外の天敵であると突き止めるなどのホタルの生態、飼育の研究、1961年6月には昭和天皇にホタルの卵、幼虫を献上したこと、静岡県のフード病の病原体を発見したことなど、業績は多岐にわたる。亡くなる約2ヶ月前に男性長寿日本一となったが、原始目太郎の死去により、 男性長寿日本一は、岡義平となった。なお同年生まれの著名人は、フランクリンデラのルーズベルト、金大地京介、斉藤茂吉、野口宇城、広安王妃、京子、鈴木美恵吉らがいる。ありがとうございます。